はい、こんにちは、紀州鳩小屋の田辺です。今日もよろしくお願いします。民泊あるいは簡易宿泊所を行うにあたり、ホーゲストの方、要はお客様ですね、こちらお客様に喜んでいただくのは当然のこととして、いろいろな付加価値、サービスが提供できるかと思います。また、戸建てであればですね、こういった路面に面したところであれば、自動販売機を設置することも一つの、顧客満足の、作戦というかツールになり得ると思います。で、この自動販売機設置するときにどこがいいのかということですが、もちろん大手さんの、要はサントリーさんだったりコカ・コーラ、こういった自動販売機がいいのではないかという考えもありますが、場所によってはこちら、伊藤園さんの、自動販売機が非常に、有効な選択肢となり得ます。というのもですね、こちらのように、日本財団の、寄付の、自動販売機であったり、災害電気が止まった時にですね、バッテリーで起動して、販売ができる、販売というかバッテリーだけでジュースの提供ができる、自動販売機であればポケモンのポケストップやジムなどに、応募することができます。で、また、地域限定かもしれませんが、自動販売機設置に際してですね、自動販売機から直接外部のコンセントに、させないといけないんですね。で、市販の 10m とか 15m の延長コードを引っ張って、家庭の電源に挿すということはできませんので、もうここから直接コンセントでつながることが大前提です。その際にですね、近くにコンセントがない場合、他社さんですとコンセント設置まで、自分で行わなければいけません。ただこの伊藤園さんですと、こう外部コンセントの設置まで行っていただけますので、実質、費用負担なしで自動販売機の設置が可能となります。民泊簡易宿泊所運営する場合、こちらもご検討いただければと思います。どうもありがとうございました。失礼します。